記憶ってそれぞれが持ってるし、まあ、それが2人こう会えば、まあ、話して思い出せるっていうか可視化されることもあるんですけど、まあ、風景が記憶してるものってすごく多くって、で風景を歩くことでその体の中のこういろんな記憶がこうトリガーみたいな感じでピョイって出てくるみたいな、だその風景の改変っていうのがあまりにこう大きいって思った。映像もこう作品にもなってしまっているし、そういう強いメディアになってしまっていることへの、まあ、自分なりのこう葛藤とかもあるんですけど、見る人にとってその映っている人が全然違う別人に見えたりとか、まあ、風景にしてもなんか全く違う記憶がこう思い想起されて重なってしまうとか、視覚的にも同じものが見えてるはずなのになんか違うものに見えているみたいなおどくが起きる。記録とか記憶とかっていう、まあ、それがどう違うんだみたいな、両方重要だよねみたいな話をされますけれども、記憶というのは内在的なもので、記録というのは外在的なもので、つまり記憶が外在化されると記録になる。自分だけしか基本的にはアクセスできないものが記憶で、それを見るためにはその別の記録化するっていう、その記憶化するっていう仕組みが必要で、私のアウトプットするメディアとしては絵を描くことと文章を書く、物語を書くことっていうのをやっています。で、小森さんと作るときは、まあ、インスタレーション的な、展示を作ったりとか、あとは、映画を作ったり、まあ、長い映像作品を作ったりってことをしています。で、自分の、まあ、今の制作につながる原点はやっぱ東日本大震災 でその時に、まあ、大学の同級生だったんですけども、まあ、最初ボランティアに行って、で、ボランティアに行った時に、まあ、役割をこう与えられるっていう経験があって、その時にこう、まあ、ここで起きてることが大変なことである、で、自分は被災をしてしまって動くことができない、だけどあなたたち美大生だったらカメラ持ってたりするんでしょうと。で、そしたら、まあ、もっとこう遠い場所、私のふるさとも津波でやられちゃって、今自分も津波で被災してるけど、もっと違う小さな集落もやられてるから、そういうとこもこう代わりに取ってきてほしいみたいなこと言われて、あ、なんかそれがこう、あ、自分がやってきたことって記録メディアを扱うってことでもあったんだっていうのが、まあ、最初の気づきだったんですね。で、もう一個はそうやってこう出会った人たちに、まあ、ここで起きていたこと、体験したこと、今感じたことっていうのを話を聞かせてもらう経験がすごくたくさんそこであって、で、その時に あなたたち東京の友達に伝えてねっていうこれを伝えてねっていうことを言われて、あ、なんか自分のやれることってメディアになるってことなんだ、人に伝えるっていうメディアになる回路を作るっていうのが自分のやれることとして、まあ、2つ提示してもらったっていうのがあって、で、それが原体験になっていて、で、まあ、代わりに行ってと記録をすること、そして、その場所で起きてることを別の場所に伝えていくっていうことで、そのプロセスにやっぱりこう記録をしていくっていうことがすごく、まあ、大事であるっていうことが、まあ、原体験ですね。で、あとは私の関心としては語りを記録したいというところがあって、で、人々がこう、まあ、風景とか、まあ、壊れた何かとか、まあ、そういうこう
まあ、外にこうすでに現れているものっていうものを記録することも大事ですけど、その人の中でこう、まあ、言葉にまだなってないけど経験したこととか、話してみたいけどまだそれがこうどういうものか自分の中で言語化できてないこととか、話してみたいけど勇気が出ないことであったり、まあ、それを無理やり引っ張り出したいわけじゃないんですけど、そうこう言葉になっていないものをじゃあどうやって、表に出していくか、一緒に表に出すみたいなイメージで、でそのために私たちは対話の場というか、まあ、人々が複数に集まっておしゃべりをしていく過程の中で、その彼ら彼女の中体の中にある記憶であったり気持ちであったりっていうのをこう表に出す、でそれをこう定着していくっていうのが、まあ、自分 の, やりたいこととしてあります。で、まあ、それをどうやってテキストに残すかっていう時に私は物語っていうのを考えてるんですけど、まあ、それはおいおいっていう感じです。はい、2人でやってきたこととか、まあ、その経緯は今瀬尾さんが話してくれたこととほとんど同じなんですけど、私は映像メディアを扱っていて、個人ではドキュメンタリー映画なども作っています。で、まあ、監督というよりはカメラマンに近いというか、自分でカメラを持って、その出会った人たちの声だったり、まあ、そこで見せてもらった風景っていうものをどのように記録していくかってことを、まあ、撮りながらまたそれを編集しながら、考えているような作家になります。で、そうですね、自分自身のその関心としては、まあ、記録するってことが一番やりたいことの軸としてはあるんですけど、その一方的に何かこちらが描くとかそれを撮って見せるってことではなくて、関係性の中でというか、その共にそこに何を映し込んでいくかっていうのを一緒にこう考えていったりとか、まあ、その応答し合うというんですかね、こちらが見てるだけじゃなくて向こう側からも私たちのことを見られているし、その中で、いかに今ここに見えていないものも含めて残していくことができるかっていうのを考えてきたかと思います。僕のいわゆる仕事職能というのは基本的にはアーキビストと呼ばれるものですね。資料を作っていくということを基本的にはしています。で、他にも例えば僕も映像を作ったりとか印刷物作ったりとか、あとは、教えたりとか、そういういろんなことをしているんですけれども、軸としてはアーカイブを作りながらアーカイブについて考えるということをしています。で、基本的な今も考えている、でずっと当時も最初から考えていたことをまず話すと、アーカイブっていうのは基本的にはものをこう集積していく、貯めていく、どこかに集めてっていうイメージが多分今も一般化して定着したイメージだと思うんですけれども、僕はアーカイブっていうのは単に物を集積したり蓄積したりそれを守っていったりとかってするだけではなくて、一つの思考するための方法みたいなものとしてずっと考えていて、でいくつもそのアーカイブに特殊な考え方っていうのはあると思ってるんですけれども、まあ、それについてはちょっとおいおい話しながら、進めていければと思うんですけど、2人のお話を聞いてて、例えば瀬尾さんがおっしゃっていたそのある人との対話の中で生まれてくるもの、その人が表に表現しにくいものとかっていう話は、もうまさに普段僕がそのアーカイブの中でこう考えていることとのこう結構中心にあることでもあって、でよく記録とか記憶とかっていう、まあそれがどう違うんだみたいな、両方重要だよねみたいな話をされますけれども、僕はその記憶というのはその違いの話ですけれども、記憶というのは内在的なもので、記録というのは外在的なものだと思っているんです。どういうことかというと、例えばこういうふうに語り始めることでしか僕らは
何をしてきたのか分からないですよね。例えばお互いにもし全く何も語らずにここにいてじっと見たり耳を傾けてるだけだったら、例えば新潟にお住まいだとか分からない、全く分からない。でまさにそのだけれども確かにある、今まで歩んできたその自分の人生みたいなものっていうのは外に出すことによって初めて記録になるわけですよね。つまり記憶が外在化されると記録になるって僕は考えています。だから自分だけしか基本的にはアクセスできないものが記憶で、それは人間に限らずあらゆるものにあると思うんですよ。記憶って例えばこういう壁にもあるし床にもあるし、だけれどもそれを見るためにはその別の記録化するっていう、その記憶化するっていう仕組みが必要で、だからその引き出すっていう時にはその絶対に必要なことで、アーカイブも実は記憶、よく比喩として記憶の部屋とかって言われることがあるんですけれども、でもその記憶そのものがあるわけじゃなくて、記憶がある記録として残っているものがそこにあるっていうような状態っていうのが、まあ、アーカイブだと思うんですよね。波の下土の上っていう映像作品を見ていただいたと思うんですけど、これは2014年の復興工事が始まった頃に作ったもので、私たち自身は2012年から3年間、まあ、陸前高田に住んで、基本的にはこう暮らしてたんですよね。私は写真屋でバイトしてて、なのですごくこうメディアについて本当考えさせられるというか、もう写真っていうものの、まあ、残酷さも含めて、まあ、考える現場にいて、小森さんは蕎麦屋、蕎麦屋の看板娘です。で働いていて、で、まあ、やっぱこう住めば住むほど結構こう、まあ、地域の人の顔も見えるし、まあ、それをこうどう描くかとか、どう自分が受け取っているっていうことを伝えるかっていうことが結構難しくなっていく部分もあったりして、で、まあ、そもそもその、まあ、陸前高田がなんとなくすっごく好きだなと思って引っ越したんですけど、いろいろ回った結果、まあ、私は絵を描くのでこの風景を描きたいなっていうのが最初にあって、高田だなみたいな感じで場所決めたのがあって、で、まあ、でも震災後しか知らないので、最初こう歩き始めた時もなんか人にも会えないし、まあ、なんかすごく悲しい場所にこう、まあ、見えるっていうことがあって、 でもなんかたくさん歩いてるとこう、なんていうんですかね、花を手向けたりとか、あるいは私たちがそう通ってた場所で、あの映像にも映ってますけど花畑を作っていて、弔いの花畑みたいな形で、あの被災した集落跡全てを花で埋めるという勢いで花を植えてる地元の人たちがいて、あ、これはなんかものすごくその弔うっていうことがものすごく創造的なことなんだと思ったんですよ。ですごく表現の問題の根本がここで起こっている、叶わないっていうのが結構あの思ったことだったんですね。あの花を手向けるってそこにいない死者を可視化することなんだ、それはその生きてる人が死んだ人、顔の見えたあの人に対して手向ける花なんですよ、多分おそらく大抵の場合そうで、でそういう個人的なその結びつきがその土地にこう、なんていうの、こうポイントされた時に、私みたいなよそ者が歩いてても、あ、ここに誰かがいたということ、その人を思う人がいるっていうことが分かる。で、もう語らない人の存在を表現しているって考えた時に、あ、もうなんか、お見それしましたみたいな、いや、もうすごいなって思ってたんですよね。そう。で、あ、ここに表現の問題があるし、ここで表現されているものをどうやってこう、あの知るかっていうことと、
描いてこうなんで取っておきたいという気持ちっていうのがずっとあって、まあ、しばらく住んでいて、でその後に訪れるのが復興工事で、それはあのなんつうんですかね、町の跡をこう一度壊してその上に土を盛るという工事なので、やっぱりそれはこうもう一回そうやってまあ、あの全て失ったってされてる場所をこう耕してきた時間、震災後に耕して、ここは私たちの場所だったとか、あの人がいたんだみたいなことを弔いながら耕してきた時間を埋めちゃうみたいなことで、大きい喪失の転機だったと思うんですよね。でそれは私たちにとってはすごい恐怖だったんですよね。そのかろうじてその過去の記憶を彼らがそこにいることで思い出していて語り合っていて、でその傍らに入れると聞けることっていうのがあって、これ埋めちゃったらどうなるんだろう。わかります。物とかが記録装置になってるんですよね。そうです、そうです。思い出すためのやっぱ語りにはやっぱこうなんていうんですかね、まあ、記憶ってそれぞれが持ってるし、まあ、それが2人こう会えばまあ、話して思い出せるっていうか可視化されることもあるんですけど、風景が記憶してるものってすごく多くって、で風景を歩くことでその体の中のこういろんな記憶がこうトリガーみたいな感じでピョイって出てくるみたいな、その風景の改変っていうのがあまりにこう大きいって思ったんですね。でそれをこうあのどうやってかろうじて今残っているその町跡というものから彼らの記憶を引き出すか、でそれをどうやって定着するかというのをすごく考えていて、でそれで考えた方法っていうのが、まあ、あのすごく、まあ、そんな単純といえば単純な仕組みなんですけど、まあ、まずその場所に記憶がある人と一緒に行ってお話を伺って、もう思いつくままにあの犬に追いかけられた話とか、小学生の頃追いかけられた話とか、まあ、あと震災のそう話とか、あとこう未来の話とか、まあ、自分ではなくて他者が感じていることとか含めてさまざま語ってもらって、でそれを一回私が引き受けてテキストに書くんですね。で今度はそのテキストを小森さんに託して、小森さんがその語り手本人に会いに行ってテキストをまあ再編集する、ここはちょっと言い方が違うとか、ここまで言いたくないとか、そういうことも含めて再編集をして、その時点で小さなこう継承が起こってるわけですよね、うん、伝達というか、そうです、メディアに別のメディアに置き換えられていくっていうような、でそのテキストを、まあ、あの本人が納得いく形になったら朗読してもらって、でその朗読の音声とをまあ軸にしながら、小森さんがそれまで撮ってた映像をまあこう 当てたり当てなかったりしながらこう作っていくみたいな。いや、それが本当にすごく震えるぐらい面白くて、要は語ることって常に自分の言葉を語るっていう風な意識で語ることが多いと思うんですよ。で聞くことも誰かの言葉を、例えばだから瀬尾さんの言葉を聞いて、小森さんの言葉を聞いてって形で誰か認証を持った人の言葉を聞くことが多いと思うんですけど、あの映画の中では誰の言葉なのかがはっきりと分からなくなっていて、なんかこう非認証的な言葉になってるのがすごい面白くて、だけど不思議なのがその言葉の中に包まれているアフェクト、情動みたいなものが消えてるわけじゃなくて、なんかむしろ逆に誰が語ってるのかわからないようなものになってるからこそ、てかまあ誰の言葉なのかわからないが正解かもしれない、誰が語ってるかというよりも誰の言葉なのかわからないだけれども、ものすごくリアリティを持って情動を持って語っているからこそ、なんかめちゃくちゃこう伝わってくるというか、言葉じゃないものが伝わ、きちんと伝わってくるというか、それはすごい面白かったです。だからあれがもしそのご本人の言葉だけだったりとか、またはその瀬尾さんがそれを置き換えただけの言葉だとしたら、なんか違うものになっ
ってたんだろうなとかって思うし、まあ、もちろんそれだからダメとかっていう話じゃなくて、多分それもそれで別の形のメディアの面白い使い方になったと思うんですけど、発明だったと思うんですけど、でもやっぱりその一度瀬尾さんが引き受けてそれをこう書いて、でその言葉の中にはやっぱりその瀬尾さんの言葉でしか表現できない、だけども瀬尾さんの言葉だからこそ多分よりよくその情動を伝えることができる言葉っていうのが混ざっていて、そこが何かこうその人の言葉を支えているというよりも、その聞いた人ですね、最初に聞いた人の言葉を支えているというよりも、こうその人の感情とか記憶とかこう情動みたいなものを支えている感じがすごくして、で例えば亡くなったっていう言葉が本当にずっとダブルミーニングで使われているのは僕はすごく興味深くて、目の前のものが亡くなったということと、ある方が死んだ、もうこの世にはいないということが同時に表現されていて、でもそれが物であったり人であったりっていうのが分かれない形で使われていて、で多分この使い方は絶対に瀬尾さんのフィルターを通さない限り多分出てこれない言葉なんじゃないかなとか思って、でさらに今話聞いてびっくりしたのは、小森さんが持ってってその方とまたやり取りをして修正をして納得ができたらそれを朗読するって形だったっていうのが、だからなんか何重にもこう置き換えられた言葉というか、むしろこう作られていく言葉、よりなんかこう何か実感が実感、うん、記憶とか情動とか感情とかにこう寄り添うような、似ているようなものに近い言葉がそこでなんか紡ぐられていったんだなみたいなことを伺ってて思いました、ね、すごい驚きました、改めて。なんかそう、なんか語りというものをの共同性というか、なんだろうな、なんかやっぱインタビューってすごいなんか、まあ、その人が語っているということで、まあ、それがすごくこう、証拠としてもすごく強く残るし、まあ、真実としてという意味で強いっていうことがあると思うんですけど、でもなんかそうやって、でも実際の現場って語りって結構聞かれたから思い出してるんですよね。そうだから結構そのお互いに影響し合いながら、あこれも喋ってみたいとか、伝わってないってイラッとしたからこそこういう語り方になっている、はい、なんか知らないボタンを押されて思わず出ちゃうみたいな感じですよね。でなんか私はそういうことをちゃんとなんかどうやったら私も一緒に被れるかみたいなことがあって、私と小森さんって一緒にやってるけど、私は映像が苦手なんですよ。映像とか録音っていう声がすごく嫌いで、でそれはやっぱり語ることって一回性であるっていうことがすごい重要だと思っていて、やっぱりこの空間の中で安心して語っている、その信頼関係の中で語れたことっていうのがあって、でもそれその時にだからこそ大事なことが話せたっていうことがあって、でそれをこうでも覚えていてほしいとか誰かに伝えてほしいみたいな、この質感の、ま、をこうでそうですね、あなたにだから語れたとかっていうこともあるはずですし、ね、シチュエーションもだし、この場所この時間じゃないと でも大事に覚えててとか伝えてみたいな、うん、なんかどうやんのそれっていう話でもあるわけですよね。でもなんかまさに不可能な2つのこう命令が同時にあるということですよ。でそれはその一回性の会話っていうのを何度も聞く、録音を聞くっていうことは私の中で聞けたことの意味も全く更新されていってしまうってことだと思うんですよ。で一回性の中で了承していて、でしかもお互い誤読してるんですよ。ここまで伝わってるとか、ここはこういうことが大事だって私が思ってることとすごい本当はズレがあるけど、いい会話だったみたいな時間ってやっぱりすごくあって、でそれをやっぱり記録メディアで何度も再生することってすごいずるいなって思っていて、で、あの感じをどうやってそのしかもあの人が言ったんだよっていう新聞的なこう
ベタにこう〇〇さんは言いましたって言ってこう別の文脈に、まあ、ある載せる時もあること、そういうこともすらしてしまう、そういうベタの記事ではなくって、なんかどうやってその私も聞いていて、で一緒にその時間を作っていて、で、ある程度この私のリアクションも含めてあなたにお返しするよみたいなことも含めてどうやって残していくかっていうのを考えた時に、そこには ある種のこう、なんていうのかな、まあ、自分がの体で語り直すみたいな、なんかそういうプロセスが必要だと思っていて、波の下の前に私はちょっとそういうタイプのテキストを書き始めていて、ちょっと短い小説みたいなの書いてたんですけど、でもこれを本人に見せるっていうハードルがまたあったんですよ当時。でそこには自分のずるさもすごく感じてて、それは誰かから聞いた話だ、聞いた話を彼の一人称で書くみたいなやり方をしていて、なんかテキストとしてはなんか結構好きな感じにはなったけど、本人にこうやり取りがちゃんとできずに完成してしまって、まあ、その後見せたりして、まあいいじゃんみたいな感じで、あ、よかったみたいな感じではあったんだけど、でもこのプロセスにもうちょっと共同性を仕組みとして作った方がいいって思って、でそしてあとやっぱ風景とか変わっていくもの、本人の身体とかからしか伝わらないものもやっぱすごくあると感じてたので、それはやっぱその映像と何かその自分が やりたいテキストの問題とどうやってこう組み合わせることができるかなっていうので、まあその仕組みをまあ話し合って考えた。二重の街の最後の方で4人で話してるシーンあるじゃないですか。で、あの中でその奥の右側の奥にいた女性が自分がその人のなんかこう 100% 純粋な何かもの聞いたことをどうやって伝達したらいいかわからない、伝達できないことに対する苛立ちがある、でできないって分かってるんだけれどもなんとかそれをしたいしっていうふうにその方が言ったら、それその隣にいた方がそれって自分もできなくないですかって言ってた、あのコントラストが本当に素晴らしいなと思って、まさに今瀬尾さんがおっしゃってたことの結構問題設定というかその背景にあるものを結構凝縮してるシークエンスだと思う、対話だと思ったんですけど、その自分がやろうと思ってもできないんだけれども、でもこれは僕はすごくポジティブなこととして捉えていて、その自分の言葉すら正確に伝えられない、だから誰かの言葉はその自分の言葉よりもより不正確にしか伝えられないっていう、もちろんそういうふうな考え方もあると思うんですけれども、なぜか自分のことを正確に伝えようとするよりも誰かの言葉だからこそより正確に伝えたいと思ってしまうみたいな、これがなんか人間の条件というかすごい可能性としてある部分なのかなって、あれを見て思ったんですよね。なんかやっぱりその自分で完結する何かではなくて、自分が伝えたい何かではなくて、なんかどうしようもなく何でか分かんないけれども触発されてしまって動かされてしまって、でなんかそれを誰かにこう話したいと思った時にそのまんまそれをできる限り伝えたいって思う気持ちは、それはなんかこう素朴とかナイーブとかっていう風な形ではやっぱ片付けたくないものだなってすごく思ったし、で多分それをなんか伝達するというか、まあそのアフェクトみたいなものを継承する仕組みとしてお二人の映画とかってあるんじゃないかなとか思ったんですよね、見た時に。それがすごいなと思って、なんか、はい、今の話を聞いて思い出したことが、はい、マセオさんの書いたテキストを預かってご本人に読んでもらうというか確認してもらうっていう時に、まずその
目で読むというか文字として読んでいかれるんですけど、その時にこうここが良いとか自分の中では違うかなとかいろいろ思いながら基本的にはとても嬉しいっていう思ってくださって読まれてたんですけど、またでもそれを声に出してみた時に気づくことがなんかご本人の中であって、それがなんか今おっしゃってたような自分にも気づかなかったことみたいなのを、その瀬尾さんが書いたテキストを発生した時にあれみたいなこれは私が思ってることにすごく近いとか、あと、まあ、自分がそう思ってなくても別の人がこう思ってたかもみたいな、その別の人の顔を思い浮かべて声に出せるとか、なんかそういうこう自分が話した言葉が文字になって返っては来てるんですけど、なんかすごく距離が生まれるというか、なんかそういう風にして、その気づかなかったことも含めて編集されていくというか、なんか声が作られていくっていうことが起きていて、それは、はい、私もすごく面白かったんですけど、先ほど、はい、まさに小森さんがおっしゃっていた記録がそもそも一方的で、うん、何か客観的なものではなくて、むしろ、うん、その共同性の中で相互作用的に起こっていくものだっていうのはまさにそういうことですね。いや本当にそう。なるほど。なんか起きてました、そういうことが。なるほど、なるほど。それはなんかすごくなんていうんですか、多分自分だったら言えないことも言ってみようっていう、そういうポジティブな気持ちになったり、あるいは癒される部分もあって、なんかなんていうんですかね、受け止めてくれていたような時間で、なんかすごくそう読んでる時間よりもそれを発生している時間の方が長かったというか、なんかそういう風に声に出して読んでる時間の方がってことなんです、はい、反芻する感じですね。そうです、もう一回読んでみていいですかみたいなことを結構繰り返して、自分の言葉が鏡に映されて帰ってくるみたいな感じですかね、うんうん、その中で誰の言葉か分からなくなっていく。だけれど、先ほど瀬尾さんがおっしゃったように、やっぱり当然初発にはその人の記憶だし、その人しか体験できなかったことだし、当然そのいた場所によってその例えば生死を分かった経験とか、その人にしかもう起こりえなかった誰とも交換できないような出来事みたいな、まさにそういうものが核としては絶対あると思うんですけれども、やっぱりその過ぎ去ってしまって、その人にしか分からない、でもその人が確かに抱えているやっぱり記憶と呼ぶようなものをなんとかこう引きずり出そうというか、引きずり出すって言葉は強いかな、なんかこう導き出そうというか形にしようっていうか、それって結構僕はやっぱりすごくアーカイブの結構根本問題に近いと思っていて、どこまで行ってもその過ぎ去ってしまって失われた出来事にどうやってこうアプローチするのかっていうことが一番ポイントになっているんですよね、アーカイブって多分。先ほどその波の下空の、あ、ごめんなさい、波の下の上で、どういうふうにその聞いたものを一つのこうテキストに編んでいくかっていう話をしてくださいましたけれども、映像ってその時にも撮ってたりするんですか？その時の映像の役割ってどういうものだと思ってらっしゃるんですか？そのお話を聞いてる時間ですか？そうです。ずっと回されてるんですか？ずっと回してるんですけど、はい、全然話を聞いてなくて、私ははい、どちらかというとその時その人がどういうふうに体を動かすかとか、何を見てるかとか、歩き方とか何ですかね、まあ、あとは周りの風景がどういうふうに今見えてるかとか、なんかそういうことを 見ながらというんですか、話ももちろん時々聞きつつなんですけど、近くに行ったり
離れたりしながら撮ってるっていう完全にこう分担してる感じですよね。そうなんです。それは一人じゃ絶対に聞く人と見る人みたいな、はい、できなくて。そうですよ。やっぱその前まで一人で撮ってた時ってどうしてもこう人を撮るっていうのがすごい難しかったりして、まあ、コミュニケーションを取りながら撮るっていう難しさもあるんですけど、まあ、それだけじゃなくて、なんていうか聞き手としての自分の拙さもあるし、それはしかもカメラを向けながらやるっていう時のこう暴力性とかも含めてすごく戸惑った部分があって、うん、なんか風景ばっかり撮ってたんですね。そうなんです。 でも、まあ、瀬尾さんが今日聞き手としていることによって、なんか私はもう話も聞きたいんですけど、それだけじゃなくて、なんかその人がどういう顔をされてるかとか、なんかそういうものをしっかり見ておきたいというか、なんか撮っておきたいみたいな気持ちがあって、はい、なのでその波の下を作り始めたあたりから、はい、なんていうかそういう撮影でないと残せないものがあるなっていうふうに自分でも気づくようになったと思います。なんか言葉にできないものを見てる感じですよね、多分それって。そうですね、言葉に置き換えられていかないものをずっと見ている感じですよね、うんうん、はい、多分そういうものに自分の身体が反応している気がします。いや面白いな、うん、はい、なるほど。やっぱ映像もこう作品にもなってしまっているし、すごくこう言い切らなきゃいけないというか、そういう強いメディアになってしまっていることへの、まあ、自分なりのこう葛藤とかもあるんですけど、なんていうか 見る人にとってその映っている人が全然違う別人に見えたりとか、まあ、風景にしてもなんか全く違う記憶がこう思い想起されて、なんか重なってしまうとか思い出されてしまうみたいな、なんかそれは全然脈絡がなく起きたりしていて、でそれはすごく、あ、なんていうんですかね、いいことだと思っていたりもして、なんですかね、まあ、その二重の街っていう、その物語があったり、そういうコンセプトがある上でその風景を見てる方も起きてることだとは思うんですけれど、そうですね、なんかそういう視覚的にも同じものが見えてるはずなのに、なんか違うものに見えているみたいなお読が起きる残し方をせめてしておきたいとか、なんかそういう編集の仕方とかっていうのをなんか自分なりに意識してはやっています。なるほど、はい、誤読っていう言い方をちょっと別の言い方にすると、うん、その作った人が見ていたパースペクティブとは違うパースペクティブで眼差してもらえるっていう感じですかね、見てもらえる。そうですね、はい、それはすごく大事な多分ところですよね。なんか今のそのアーカイブの仕組みって、みんなデータベースを作るってことが最善だというふうに考えていて、例えばヨーロピアナっていうサイトはヨーロッパの文化財、文化的な資源が全てそこを見ると、ある程度まあ全てっていうのは強いかもしれないけど、分かるみたいな場所なんですよね。で、もともとその近代的なアーカイブができていく背景には、分散している資料をなんとか一つにまとめてうまく利用できるようにしようっていう、だからそれは良くも悪くも政治的な利用も含めた背景が絶対あるものなんですけれども、だからその中にはまあ必ずその項目設定っていうのがあって、データベースには項目っていうのがあって、例えばですけど、名前とか年代とか、芸術作品だったら作者とかサイズとか、今いくつかありますよね、項目で。項目っていうのがまさにパースペクティブで、こう見ましょうっていうことなんですよね。この視点で見るとどう見えますかっていう、まさに問いでもあって項目っていうの。だけど
データベースっていうのは、まあ、だけどっていうか必ず項目を設定しないといけなくて、項目を設定することによって初めてそれが何なのか分かっていく、まあ、多角的な視点でこう見えていくみたいな、それあるものが。だけれども同時に問題なのは、さっきのお話とつながるんですけど、情報化できるものだけがそこにこう登録されていって、その情報化できたものだけがまるで重要なものであるかのようなこう意味を持って流通していく。だからすごく乱暴な言い方をしてしまうと、そのネットの検索に引っかからない出来事はないものとして捉えられてしまうみたいな、まさにネットってその検索後が拾われていくっていう仕組みなの、ていう仕組みなの で、 でこれは僕はすごく抵抗したい考え方というか流れでもあって、僕はアーカイブにとってリストっていうものがすごく重要だと思っているんですけれども、その理由は、まあ、リストっていうのは当然項目を設定して物とか出来事を並べたものなわけですけれども、そのデータベースの場合は知らないと検索できないですよね。自分の知っている知識をベースにしてその検索ワードを入れて検索したものだけと出会うわけですけれども、リストの場合は見たいと思っていないものまで見られる。動画の編集画面ってリストそのものじゃないですか。いろんなこうショットのリストですよね。でそのリストをどう作っていくかみたいなことだと思うんですけれども、それこそ時間がこのぐらいにしようとかっていうのがあって、こう切り詰めたりこう一つのこうショットをこう伸び縮みさせたりするわけですけど、その時にそのどういうふうな意識で、あ、編集は小森さんがされてるんですよね。そうですよね。どういうふうな意識でその伸び縮みさせたり、このカットを使おうとかって思ったり、その編集しながら考えることができる、考えてるみたいな話を一番最初にされてましたけど、そのどういうことを考えながら編集されてるのかみたいな話を聞いてみたいなと思うんですけど。そうですね、作品によってもまた違うんですね。違いますけど、なんかそうですね、やっぱ現場で自分が見ていたりとか撮影していた時の感覚と、また映像で再生した時に受ける印象ってすごく変わってきたりするので、やっぱその映像として何が伝わっているのかっていうことにできるだけ客観的になれるようにしている。まずなんかその鮮度を自分が失わないようにしているっていうのが編集の中でも結構基準にはなっているかなと思うんですけど、すごい抽象的というか、なんかあんまりはっきりした方法論とかがないんですけど。作っているプロセスでこうなんかなんていうんですかね、結構まあ危ういものことをやっているなということはもちろんあって、でやっぱりその、まず語りを聞いていて、で、聞く、まあ、言葉にしてもらう記憶ってもう膨大にものすごくあって、でその時にこうトリガーがあったり、私の相槌の感じとかでそれで新しいものがこう、まあ、これを話そうみたいな感じで、こんな中にある一部の言葉にできそうなものを、しかも伝えたいものじゃなくの全部ではなくて、言葉にその中でできるものを語ってるわけですよね。でそれを私は聞いて、で共感したりとかすごく感動したりとか胸打たれたりとか、でそういうところで私もすごくこう動かされて、でそれは大事だって思うとか、でそうやって聞いている中で、あ、こういうことを言うってことはもっとこの部分も言葉にしたかったんじゃないかとか、あとこの人はこの人とたちとやっぱ無数の被災者や死者と関わっているの
まあ、町の人々と関わっているんだから、この関係性の中でもっとこういう気持ちがあるんじゃないかとか、まあ、そういうことを予想しながら、まあ、聞くっていうことをしていて、で、まあ、動きとしてはこう細かくそういうことがあるんですけど、それテキストにするときに、まあ、めちゃくちゃ落ちるわけですよね。それは落ちるってのはどういう意味ですか？やっぱり書ききれないことって、こぼれ落ちまくっている。でっていうプロセスで、でまあ、っていう、こうプロセスをこう踏んでいくほど、なんだろうな、こぼしまくるとでしかもそれだけが残るということが起きていて、で その当時は、こんなにたくさんの体験と日常生活と、あと、まあ、見えているもの現場があって、で定着されているも波の下土の上を描いたのってこのくらいのことであって、リアリティってもっと外にもあるし、でもここにもっとなんかその人や私たちが痛い大事にしたい感覚みたいなことは凝縮したつもりだけど、もっとリアリティってもう外にものすごい膨大にあって、でも一応その時の了承としてはここを一緒に残しましょうということでやったんですよね。でそれがこう時が経つにつれて、やっぱり実際にこの外の方が変わっていくので、こっちが落ちちゃってここだけが残っていくっていう時に、まあなんかその残せたものとか残ってしまったものと彼女彼らの関係とかが、まあ、常にこう変わっていくんですよ、ね、でそれが社会的な見られ方も変わっていくっていうことで、なんかやっぱりすごくこう こうとしてしかできなかったけど、こうしてしまったことからやっぱりこうなんていうのかな、ですごく強く残っちゃうというなんか怖さというか、まあ、そう権威性みたいな話もちょっと出たと思う、質問でいただいてたけど、やっぱり陸前高田ではあれが残ったっていうのがなんかすごく危ういところもあるなって思うので、なんか読まれ方っていうのが、まあ、しかもこの作品っていうのはやっぱ一人歩きしていろんな場所に越境していってしまうので、なんかこうセーブすることはできないんですけど、その時代の読まれ方をこれだけで理解されてもやっぱりすごく落ちるし、やっぱその アーカイブって一点でやっぱ支えられるもんじゃなくて、やっぱもうちょっとこういろいろな資料と時代背景と、あとその何て言うのかな、人間が普遍的に持ってるこう情動的な部分の共感する部分を持ってやっぱりこれを読み込んでいただけないと結構こう危ういなって思ったりもします。なんかそれがやっぱ10年のスパンとかが結構危ういなと思うというか、やっぱりちょうど、ね、ちょうど孤独されてしまうとか、まあ、そのぐらいの時間ですよね。そうなんですよね。これが100年前だったら多分もっと違う時代のものとして、もっと関係ないものとして読められると思うんですけど、短いスパンで読まれることの難しさとかも感じたりはします。なるほど。ゴダールがそのヌーベルバーグ以降とそれ以前と何が決定的に違うかってすごい分かりやすい話をしていて、ヌーベルバーグ以前っていうのはその一枚の写真によってその映画を代表できた、象徴化できたっていうんですよね。で実際その映画 の撮られたスティールから1枚選んでるわけじゃなくて、映画を象徴する写真を撮るカメラマンがいて、でそのカメラマンが撮った写真をポスターとかにこう使ってたわけですよね。だけどヌーベルバーグ以降っていうのはそういう1枚を選ぶことができない、常に全てを見てそのシークエンスの中でしか分かることはないって、象徴化できないって話をしてるんですけれど、これって僕いつもアーカイブの話をしているようだなって思って聞いていて、そのやっぱりその何か一つの資料をピックアップして象徴化することって絶対できないんですよね。どこまで行ってもあるものとまた別のものをこう突き合わせたりしながら
起こったことを失われた出来事にこうアプローチしていくっていう、それこそ何かを確かめていく作業も多分そういう作業なんだと思うんですけど、例えば何か事件が起きて、その血がついた包丁が見つかって、でその血がついた包丁には A という人の被疑者の指紋がついていてとかって、よくあるこう安いドラマとかでもよくあるような設定ありますよね。で犯人が取り違えられるみたいな。でも容易にこう取り違えることはできるわけじゃないですか。だから今瀬尾さんがおっしゃったように、残ったものと人とか出来事とか、そのまた別のものとの関係とかって圧倒的に切断されていて、それ自体だけでやっぱりこうくくられるものがあるんですよね。だからその危うさというか、それが一つのこう象徴、全体を示すものとして見られてほしくないっていうのはすごく感覚として、アーカイブにこう普段身を置くものとしてよくわかるんですよね。てかむしろアーカイブにいると決定的な答えが出せない感覚っていうのを常に襲われるんですよね。こうよく展覧会カタログとかに必ずセットになっている年譜ってあるじゃないですか。この時点でこの人はこの作品を作ってこういうことがあってとかって、で年譜を基準に何かを考えたりするわけじゃないですか、研究したりとか。例えばこの時期にはこの作品は作ってないかできていないから、まだこんなことは考えていないなとかいうことを類推するわけですよね。だけど例えばですけど1920年に制作かっていうふうにクレジットされたとしても、20年間ほっといただけかもしれないじゃないですか。で、あの作品を作っているお二人ならすごくよくわかると思うんですけど、必ずパッケージ化しなきゃいけないっていう強制力がない作品はずっと寝かせておくこともあるじゃないですか。そう考えた時に本当にそのどこまで行っても、例えば制作年一つとっても決められないみたいな、確かにここですっていうことがある種こう恐ろしいみたいなこととしてあるわけですけれども、でももう一方でそれを別の言い方をするなら、全体じゃなくて断片だっていうふうに言うことができると思うんですよね。ある出来事の全体が残ってるわけじゃなくて、どこまで行っても一部分断片しか残っていない。だけどその断片がなかったら出来事があったことすらわからないっていうふうになると思うんですよ、多分。そもそもそのもし500年後にその波の下土の上しか残っていなかったら、でそれと僕は民話っぽい話だなと思うんですけど、それからしかこの出来事はわからないわけですよね。でまさに民話ってまさにそういうものの結晶だと思うんですけれども、みんながその時々ですごく大切だと思ったりとか、すごくこの方がよりよく誰かに伝えられると思ったりとか、誰かの心を動かしたって確信ができたりとか、そういう形の語りがどん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 シグナルとして、シグナルノイズのこう振り分けでシグナルとして残っていったものだと思うんですよね。だから多分その僕らは民話を見てもそれを知ることはできないわけですけど、それがどういうプロセスでこう比喩的に言うと研がれて、ただの石ころだったものがなんかこう宝石になるみたいなものになっていったのかっていうのは見えないわけですけど、なんかそのプロセスがまんま見えてる感じがして、それがすごく本当に面白かったというか、面白いアーカイブで普段僕が考えてることをよりこう具体的なレベルで考えさせてくれたんですよね。そう、それがすごく面白くて、何がやりたいって言われると難しいですね。まあ東日本大震災があって、まあ、それはもう本当に自分の外の出来事ってか、まあ外で社会で起きた出来事で、でその場所にこう行って
でそこからこう役割をもらってという気持ちがあって、でそこからやっぱりなんかベースが変わってくるんですよね。まあ、あの震災、まあ、復興工事が起これば波の下土の上みたいな、まあ、当事者と作るみたいなフェーズがあって、あと二重の街っていう作品になってくると、あの当事者の、まあ、いや当事者って格好好きですけど、まあ、被災を経験した人たちのところにそれを知りたいと思っている人たちを連れてきて、彼らに、この記憶を聞いてもらうとかっていう形になって、それはこうもう ある種記憶継承のターンをやってみるみたいな、なんかそういうことまで、10年間くらいで、まあ、やってきたっていうのがあって、私たちが今フィールドにしてるのは宮城県の丸森町ってとこなんですけど、そことかはもうほとんどこう報道もされずに、まあ、小さい規模で復旧復興していくみたいな形で、でもそこには結構構造的な問題があるんですよね。やっぱそのまあなんていうか、まあいろいろその都市と地方の問題であるとか、あの丸森って宮城県の山奥ですから、まあそこからこうなんだろうなに今ソーラーパネルを作って、でそのソーラーパネルのまああのやってる会社っていうのは都市の会社であって、そこに電気を供給するのは外に供給するであったりとか、まあ、そもそも東日本大震災の復旧の背後に丸森って、まあ、ちょっと内陸にあるのであって、でここの山から採掘採石したもので堤防を作るとかみたいな形で、まあ、その大きい東日本大震災っていうもののトピックの後ろに もっと弱くされたものっていうものとか声を聞かれていないものがあって、でそこに自分たちは無自覚であったっていうことには気づくっていうのが、あのその震災のことをやってきた後に今やっていること でそういう場所はこう世界中にこう構造的にたくさんあって、やっぱ震災の時はこう目の前の出来事をこうどうやって目の前の人と記録していくかっていうことをやってきたけど、もうちょっとそこにその事象が起きる背景みたいなところに、まあ、やっと13年で、まあ、考えるようになったっていうのは、まあ、最初から構造で見なくてよかったなっていう思いもあるんですけど、被災地ってそういうふうにこうもともといろいろな過疎の問題とか抱えている場所でもあるので、もともと電力供給をたくさんしていたとか、そうです、そうです、それより自分の実感としてはその現場にいる人と出会ってっていう、そのなんていうかな、その充実感みたいなこととか喜びの方が大きかったんですよね。でもそこにもうちょっと構造的な問題とか見れるようになったのが今っていう感じで、でもここになってくるとまた別の現場とつながってくるんですよね。広島に行ったりとか、まあ、マーシャル諸島に行ってみようとか、なんかそういう展開を自分たちの中ではしていて、まあなんかるので、まあ、そこまでやってきたなということを思ったりとか、そうですね、なんか本当にいろいろ思ってますね。でもなんかここまで来たっていう思いと、でも同時に能登半島で地震が起きて、で今ものすごいこうボランティアが少なかったりとか、あんなに東日本大震災の時にめちゃくちゃうぞうむぞうアーティストも学者も行ったのに、能登はほとんど人が来てないっていう状況があって、ってなった時にやっぱその東北でやってきた自分たちが能登にこうなんだろう提案できることとか、まあ、具体的に手伝えることが結構あるっていう感じもして、でこうなんか結構そういう、こう外からやんなきゃいけないことが結構常にこれからも降ってくることに向き合うっていうことと、あとその構造を見るっていうところをもうちょっと精度を上げて描ける力量をつけていきたいっていうことと、あともう一個だけあるのは、そのでもこういうこと言ってるけど、あのこれみんな先輩たちやってきたことでもあるっていうのもあって、やっぱこうやってこう改めて自分たちが記録をしたりとか、そこから民話的なこととか物語の問題考えるようになって、そこに社会運動
クティビズムとどう距離を取るかとか、あるいは連帯するかとかって実践的にやってくる中で、やっぱりこう丸木夫妻の存在があったりとか、石牟礼道子、森崎和恵とか、まあ、小野和子さんもですし、早乙女勝元さんとか、そういう人たち の、 記録と表現の実践と人生っていうのがあって、で、まあ、そこと相似系に少し感じながら、やっぱこのあと今のメディア環境とかの中で自分が、まあ、SNS とかとの付き合い方を含めて、細かいことを含めて何やっていくのかっていうのは、なんか、なんかすごい自分として成し遂げたいことっていうよりは、結構その先人たちがやってきたことの、結構こう同じその背中見ながら、まあ、淡々とやっていくしかないっていう感じで、あんまりその、大きいビジョンがあるっていうよりは、この人たちはここまで耕してくれたので続きますみたいな、なんか結構そういうところに落ち着いてきたかなっていう気がしますね。瀬尾さんの言ってたことにもとても近いとは思うんですけど、なんていうか、今聞いておかなければいけないと思う人たちがすごいたくさんいるっていう感覚があって、それは戦争の体験をされた方とか、私は今新潟にいるんですけど、新潟水俣病の患者さんたちの、そういう公害があった地域にいるんですけど、その被害を受けた方も、まあ、あとお一人みたいな私がお付き合いしている患者団体の方であとお一人だったりとか、なんかその語れる人たち、いろんな体験をされてきた、その日本の戦後にあった出来事を、戦時中とか戦後にあった出来事を語れる人たちに聞けるギリギリのタイミングだなっていう危機感はすごく感じていて、でそういうことを記録して残したいと思う若い人たちもなんかすごく増えてきているなと思います。私が11歳だった子とかも、はい、あれも、まあ、そのすごいところはあります。なのでなんかそういう、ギリギリのところでまずそのいろんな人たちが、さっき言ってたような先人たちが、先輩方がやってきた記録運動を絶えないように、なんか自分たちなりにも残せることをやっていきたいっていう、まずそれが一つあるなと思うし、そこに何でしょう、若い人たちも、招いていきたいというか、その運動体が絶えないようにしていきたいなということは思っています。はい、全然アートの話してないけど大丈夫か。アートじゃないね確かに。アートはでもなんか美術館でやるのは結構面白いと思っていて、あれはやっぱ公共空間としてすごいいい場所だなって思っていて、自分たちがその、なんていうのかな、伝えたいというか大事だと思っていることの温度感がちゃんとその場所再現できる場所って意外と少ないと思うんですよね。その人のこう営みとか気持ちの問題とか、それがこう視覚的にも表現できて、絵画とかいろんなメディアを混同しながら表現する場として、いろんな多様な人が入れる場としての公共空間としての美術館って、やっぱすごいいろんな可能性があると思ってて、なんで自分たちの作るこう空間では、まあ映像作品とか絵画とかテキストとか、あとは資料とかも全て含めて空間を作って、た上でその観客が自分たちのことを語れるような仕組みを一応作っていて、なんか書いて残したりとか、そこでこう出会った人と喋れるとか、なんかそういう意味でそのなんだろうな、何かをこう見てきたものを見せることも結局やってるんですけど、でもそこでそれはこうなんていうかな、それを伝えることにゴールがあるんじゃなくって、やっぱそこで観客が何かをこう喋り出すっていうか、でそこでコミュニケーションが生まれて次の動きにつながったりとか、あとここで語られること自体が重要だから、それが記録になっていくとか、
かそういう同時代の記録装置でもありメディアであり、まあ、対話の場であるっていう意味での美術館の使い方っていうのは結構信頼してるですね。それはやっぱ美術館っていう場所が作ってきたそのなんだ居方、その場所の居方とか、質感温度感っていうものがやっぱすごい他の社会にあまりない場所としてあると思ってて、そこで自分たちのこう見てきたものとか聞いてきた声が伝えられるとか、そこにアーカイブされていくっていうことは結構面白いなと思っていますね、うん、美術館から例えば1960年代後半ぐらいからどんどん外にむしろ出ていこう、それこそアースワークをやったりとかパフォーマンスを美術館以外のところでやってみるとか、とにかくその美術館っていう仕組みの外へ行こうっていう運動がずっと長らくあったと思うんですよ。で80年代とかも日本だったらオルタナティブスペースとかって言われたりとかして、別の場所を積極的に作っていこうっていう流れがずっとあったと思うんですけれども、ここへ来て結構美術館の権力が、まあ、良くも悪くも強くなってるというか回復してきてるというか、その歴史に登録されるされないっていうこと以前に、その自分たちがすごく大きい話をしてしまいますけれども、どういう世界が欲しいとかどういうふうにあるべきだとか、そういうことが芸術作品を通して、形作られてきたと思うんですよね、それまでって。だけれどもそのシンプルな歴史への登録装置に今なってるような気もしていて、で当然すごくこう、なんて言うのかな、美術館の中にいる人間として例えば見たとすると、その100年後200年後にこのすごく面白いもの重要なものを残していきたいので、なんとか残せる方法を発明してそう残していきましょう、例えばインストラクションにして収納しましょうとか納入しましょうとか収蔵しましょうとかあると思うんですけれども、だけどなんか本当にそれだけでいいのかみたいな、ちょっと極端な言い方をするとその美術館に入れられるような形態に抵抗していろんなものを芸術作業を皆さん作るんだけれども、なんか残念ながらこう美術館に登録されるとそこである種こう、まあ良くも悪くも歴史に登録されたことになって残るから、なんて言えばいいのかな、暫定的なゴールとしてそれが想定されているというか考えられているというか、なんかそこはちょっとこう残念というか、なんか複雑な気持ちはあるんですよね。例えばボリス・グロイスっていう人は美術館っていうのはそのシンプルに物を残すっていう機能があるみたいな話をして、例えば美術作品っていう形態じゃなければゴミとして捨てられてしまう大量の日常品が今インスタレーションとかいう形で入ってたり例えばするとかって、そういうなんか100年後200年後に実は捨てられてしまう者たちがそのまま残ってその文化史的な価値を持つんだみたいな話をしてたりしますけれども、だからそれはもちろんそういうあり方として美術館があるっていうのもまあいいとは思うんですけど、実は死に邸の美術館がいわゆるこう近代的な美術館っていうのが今世界中にこうできている美術館の典型的な形ですけど、まあ、ホワイトキューブみたいなイメージですけれども、だけどなんか集中治療室で頑張って延命をしているような、今まで美術じゃないって言われたものを全部美術にどんどんしていって、ファッションも漫画もアニメもみたいな飲み込んでって、なんとか生き延びようとしているみたいな感じに感じられるんですよね。なんか別の場所っていうのは常に僕は
なんか求めてた方が面白いのかなっていう気がしていて、あまりにも僕らはなんかその70年以降制度が変えられないとか、その制度に抵抗すること自体がバカバカしいとか、そのむしろこう制度を守ることの方が大事だとか、いろんなこう考え方だけじゃなくて感性的な変化っていうのもすごいラディカルにあるような気がしていて、コンプライアンスって言葉はその代表だと思うんですけれども、それを守ることの方がなぜか大事になっていて、それがなぜできたのかっていう背景が失われていくみたいな、なんかそれとは美術館も違う形になったらいいななんていつも思うんですけど、これはアートメディアに限った話じゃなくなっちゃうのかもしれないんですけれど、その100年後も200年後も読まれたらいいなっていうのは思いますね。今でも例えば東北のその震災のアーカイブってデータベースってありますよね。リンク切れ起こってるところが結構あったりとかですよね。からそういうものも残念ながらメンテナンスをしていかないと、せっかくそこにこうものというかデータはあるんだけどアクセスできないみたいなことになるので、そのアクセシビリティを確保し続けるのは難しいことなんですけど、その本のようにほっといても100年後ものが残ってれば読めるみたいなメディアじゃないので、あのインターネットのメディア、という情報メディアというのは、からそのなるべく100年後200年後もこれは難しいかもしれないですけど、なんか何らかの形でアクセシビリティが確保されているといいなっていうのは思いますね。でもう一つ言うと、さっきあの瀬尾さんの話を聞きながらあのずっと思ってたんですけれど、その今まで見なかった背景の構造の部分をそのこれからちょっと見ていきたいみたいなことをおっしゃってましたけれども、そのバルタ・ベアミーという人のその考え方の一つで否定弁証法っていうのがあって、それはその夜空の星をこう輝かせ輝いて見えるのは暗闇があるからだと、要は真昼には星は見えないですよね。でその暗闇星を輝かせてる暗闇に目が慣れてくるとまた別の星が見えると、でその星が見えた段階でまた暗闇を見ようとするとまた見えなかった星が見える、でそういう形でこう無限にそのポジティブなものとネガティブなものをこう無限に切り分けていって、その背景みたいなものを見出していくっていうような考え方があるんですけど、これがすごいアーカイブの考え方と似ている気がしていて、つまり先ほども何度か話出ましたけれども、たった一つで何か結論が出るってことはなくて、常にその背景にある資料は別のものを指し示すんですよね。例えばだから、波の下土の上だったら、あの中に出てきた方たちは他の別の家族や友人たちのことを常に指し示しているし、これから20年先っていうのが本当に想像がつかないぐらい不安定な状況にあると思うんですけど、もう来年のこともわからないみたいなぐらいの感じで、でもこうそういうメディアになるものって何かこう中断してしまったりとか、まあ、コロナもそうでしたけど、こう非常時とか何か予測不可能なことが起きた時にやっぱプラットフォームになる、あのつなぎ止めてくれるものでもあると思うので、なんていうか、そういうのって多分日常的にそこにアクセスしてるから、そういう緊急時にあのみんながつながれるなんか一つの場所にという役割を担ってくれると思うので、
あの日常的に読みたいものに。いやでもすごい面白い視点ですね、はい、本当そうですね、はい、ちょっとこの先どうなるかわからないけど、まずでも日々読みたいものをなんか発信し続けてくれたらなというふうに思っています。アートって何ですかみたいなところを本当に通っていくのは結構美術館じゃなくてメディアなんじゃないかという気もするというか、美術館で展示するものは結構なんか形式的にも限界があると思うんですけど、アートメディアであのなんていうか紹介していくものってもうちょい多様なところもあり得ると思っていて、まあ、オルタナティブスペースで やるアクティビズムの問題、実際の現場のこととか、あとはそういうこう私が書いてる本とかも一応私がこう美術館で展示とかもしてるから一応アーティストが書いた本として実際には多分人文書とかに近いものなんですけど、それもなんかアートブックとして紹介してもらったりとか、なんかそういうものってこうアートの全体のこう営みをこうつないでいくのって結構アートメディアなのかなっていう気もしていて、それが結構時代の感じっていうのは本当は作っていくものなんじゃないかっていう気がするので、なんかアートに関係あんじゃねっていうものを紹介しまくってほしいというか、なんか今多分その社会学とか映像人類学とか、まあいろんなこういろんな文脈を持った人が表現もしてるじゃないですか。でそれがドキュメンタリー映画祭でかかったりもするし、あの美術館でドキュメンタリー映画の人たちがこうインスタレーションをこう提案されて作ったりもしてますよね。で演劇の人もそうですし、なんかそれが良いとか悪いとか何か分かんないけど起きてることなので、なんかそれってそれをこう結構どう評価していいかとか、どのよ観客的にはついていけないところもあったりして、どのように見ていいか分からないというか、文脈が混ざりすぎちゃってて、なんか演劇の文脈の人とドキュメンタリー映画の文脈の人とアートの文脈の人って本当は違って、でアウトプットが映像っていうだけで似てるとかに なっちゃってるところがあると思うので、その部分をやっぱちゃんとこう批評的に見ていくとか、あと違うんだけど同時にちゃんとこうなんだろう掲載されてるとか、なんかそういうことをこう交通整理したり批評したり価値づけしていくのは結構メディアの仕事だし、でメディアはやっぱ市民とか観客と一緒にあの作っていくものだと思うので、そこをこうなんかうまく元気になっていったらなんかもっと議論ができるのになって気がします。結構なんかいろんなことなあなあで進んじゃってる気がするので、今のメディア環境で、なのでなんかもっとこう、起きてることをみんなで喋れる場所としてアートメディアが元気になってくれたらなんか良さそうですよねなんかどう良さそうかちょっと分かんないですけど、なんかやっといた方がいいことだ気がしていて、なのでなんかこういう場所があったら私たちは喋りに行きたいなみたいな感じですかね。眼差し高鳴る、肌の鼓動が見えてくる、あなただけの透明感が湧き溢れてくる。まぶたに一筋自分色、まだ知らない自分美を。インウィ